世界の鉄道一覧メキシコの鉄道メキシコの鉄道路線図メキシコの鉄道ではメキシコが主衆国の鉄道について記すメキシコにおける鉄道は1873年にメキシコシティベラクルス間 419km が列強資本によって建設されたのを始まりとする1908年にはいくつかの私鉄を買収する形でメキシコ国鉄が発足 1937年には他の主力な私有鉄道を国有化し2万キロメートルを越す鉄道網が整備された。1987年には千葉は太平洋鉄道など最後まで残されていた私有鉄道を国有化した。しかし自動車やバス及び航空機が国内の旅客輸送で主力になり長い間国内の旅客輸送の中心であった。 鉄道は優位性を次第に落としていき、21世紀を目前にして、鉄道旅客輸送は、都市鉄道や、工術の地葉は太平洋、鉄道、いくつかの観光列車など一部を除き段階的に廃止され、その後を追うように、メキシコ国鉄は民営化された。なお、鉄道貨物輸送は、ナフタ発行に伴う、需要増加に伴い盛大に行われている。前述の通り、 民営化の過程で旅客列車は多くが廃止されたため、現在ではチワワ太平洋鉄道など一部の路線にしか存在していない。チワワ太平洋鉄道はメキシコのチワワ州とチワワからシナロア州の中都市であるロスモチスまでの 655km を走る鉄道である。同国西部を縦に貫く山岳地帯やバランカデルコブレと呼ばれる。 峡谷地帯などを横断する形で線路が引かれている。そのために建設は難航し、全通したのは着工から90年が経った1961年であった。その地形から並行する他の交通手段が未発達であり、貨物列車はもちろんメキシコ国内の他の路線からは消えてしまった、旅客列車も運行されている。 メキシコシティ地下鉄はメキシコの首都メキシコシティの大部分をカバーする公共交通機関である。パリ地下鉄と同様のシステムであり、金属車輪の案内蒸気とゴムタイヤの走行車輪を合わせ持つ。メキシコシティ都市圏郊外鉄道は2008年に 27km が開通したメキシコシティと郊外を結ぶ電車。将来的には 総延長2 4 2トルに拡大する予定。グアダラハラ地下鉄はハリスコ州のグアダラハラ都市圏にある地下鉄である。フェロメックスは旧メキシコ国鉄の太平洋北部鉄道にあたる。メキシコの鉱山会社であるグルーポメヒコとアメリカのユニオンパシフィック鉄道が共同で設立した会社が運営しているメキシコ最大の鉄道である。チワは太平洋鉄道も運営する。 カンザスシティサザンドメキシコはアメリカのカンザスシティサザン鉄道の子会社である。旧メキシコ国鉄の北東鉄道にあたり、メキシコ国営の海運会社である TMM と KCS とが共同で所有するメキシコ鉄道輸送であったが2005年より現在の形態となる。フェロスウールは旧メキシコ国鉄の南東鉄道の一部にあたる。当初はメキシコの建設会社である。 トリバサグループと同金融グループであるインブルサグループが所有したが、現在はフェロメックスと同じくグルポメヒコの孫会社となっている。その他にも、視線的な鉄道については、その主要ユーザーである鉱山会社等が継承している。ありがとうございます。